皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラをかわえるなのアスカカマイフです。前回に引き続き、今回も視聴者の方からいただいたご質問にお答えしていきたいと思います。前回の動画からウエヘがうまくいかないというようなご相談のお答えをしています。で、前回はまずウエヘの基本的なポイント3点について説明しました。今回は、基本ができた上でさらに発展してウエヘをしていく方法を説明していきたいと思います。ウエヘの基本的なポイントを知りたいと思われた方は概要欄にリンクを貼っておきますので、前回の動画をぜひご覧ください。では今回の、さらなる発展させるポイントのお話に移ります。まずポイントは2つあります。で、まず1つ目は肩甲骨、この肩の後ろ側のここですよね、この筋肉を引き下げる、まずこれが1点目です。で、2点目は太ももの前部分に重みを持たせるです。まず1つ目のポイントになります。肩甲骨周りの筋肉を下げるについて詳しく説明していきますね。で、肩甲骨周りの筋肉をかかとに向かってグッと下げていきます。この筋肉を下げるというこの動きは、かかとが上がっている状態でも同じく下げていくということです。どうしてもかかとが上がるとここの筋肉の下げる力がちょっと緩まりやすいんですね。で、この肩甲骨下の筋肉をグッと下げる力が弱まると、かかとを上げた時に一緒に肩もこう上がってしまうというような状態になります。今から正しい例をします。正しい例というのは、肩甲骨をグッとかかとの方向に向かって下げながらかかとを上げるです。ではいきますね。打ってって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 。今から悪い例をします。悪い例というのは、かかとを上げるときに肩甲骨を下げるのをつい緩めてしまうといったような例になります。ではいきますね。打ってって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 。で、2つ目の前太ももに重みを持たせるという話に今度は移っていきますね。で、前太ももというのはなるべく脱力します。で、そうすることでこう重力の、加減でこう重みがこう下にグッとくるわけですよね。で、その前太ももの脱力して力が抜けた状態で後ろ太ももを使ってかかとを上げるというふうな動きにしていきます。で、そうすることでよりハワイの肩に近いようなウエヘをすることができます。今から正しい例をします。正しい例というのは、前太ももをなるべく力を抜く、そして後ろ太ももの力でかかとを上げるといったような例になります。ではいきますね。3、はい、打ってって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 。今から悪い例をします。悪い例というのは、前太ももの力でかかとを上げるというような例になります。ですので、前太ももの力が入ったままです。ではいきますね。3、はい、打ってって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 。今回はウエヘのポイントをさらに発展させて説明しました。前回の基本的なポイントが抑えられた方は、ぜひ今回の発展ポイントに注意して練習してみてくださいね。で、そうすることでよりフラらしい動きになると思います。今回も視聴者の方からいただいたご質問にお答えしました。
ポイントは、ウエヘをさらに発展させるためには、肩甲骨周りの筋肉を下に下げて、前太ももを脱力させ、後ろ太ももでかかとを上げるです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。